はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっといつもと違う感じだと思うんですけれども、今結構日本でも話題かな、シーンっていう海外のめちゃくちゃプチプラのブランドがあって、前にも私1回購入を紹介したと思うんですけど、やっぱりすごくプチプラなブランドだし、海外っていうので結構挑戦しづらいっていう方も多いと思います。なので今日は私がサイトの商品と比較して自分が実際に着てみてどう思ったかみたいなレビューをしていきたいなと思います。今回は遠慮なく言っていこうと思うので、よかったらぜひ参考にしていただけたらと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきます。携帯を見ながらね、サイトの画像と比較していきたいと思うんですけど、まず1着目がこちら、着ているこのトップスじゃなくてワンピースですねワンピースでございます。名前がね、なんか不思議なんですけど、エレガントルーシュ平野ドレス、平野ドレスらしいですどこら辺が平野なんでしょうか。こちらがですね、1209円ですね、日本円で。めちゃくちゃ安いですよね。これもう初めに言っちゃうとめちゃくちゃ気に入ってて、割とサイトで見たまま着れてるかなっていう風に思います。全然なんか違和感とか違いとかはないですよね。すごく形も綺麗で、何よりもこのワンピースめちゃくちゃ素材が良くって、外側もちょっとなんかツルツルっとした感じでいい素材なんですけど、内側がちょっと紐になってんのかな、中の素材がすごい気持ちよくって、本当にちょっとだけモコモコっとした感じなので結構あったかそうって思いました。この生地すごい伸びる生地なんですけど、全然薄っぺらいなっていう感じは全くしないですね。なんかヒートテックっぽい感じの生地って言えばいいのかな。サイズは私は S サイズにしました。海外のブランドなのでやや大きめなのかなっていうので、ワンサイズ下とかでもいいと思います。では続いて2つ目いきますか。こちらのワンピースを購入しました。今回結構ワンピースを多めに購入しているんですけど、これはさっきの生地よりはやや薄めな感じかなっていう私の予想ですね。でこれもお値段が989円でございます。どうなってんのっていう話なんですけど、で届いたのがこちらです。場所によって模様が変わる感じの生地なので、模様は全然違ってくるかなっていう風に思います。でも結構サイトのまんまというか、サイトの画像と全然違くないみたいなことはこのワンピースもないかなっていう風に思います。じゃあこれも着ていきたいと思います。はい、ということで着てみました。こんな感じです。どうでしょう、どうでしょうか。これはそこまで違いはない気がしますね。私はまあでも模様はやっぱりサイトで見る模様の方が好みだったかな。ここら辺がちょっとガシャガシャしすぎかなっていうのはあるんですけど、やっぱりこっちの方がさっきのワンピースよりもちょっと生地は薄めですね。なんか涼しげな素材っていうか、生地が伸びた時の透け感っていうのもこっちの方がややあるかなっていう風に思います。ちょっと私この柄あんま似合わないかもしれない買ってみて思ったけど、あんまり私この柄似合わないですね。袖感も結構いい感じですね。私168センチなんですけど、いい感じのサイズ感かなと思います。じゃん、続きまして3つ目がですね、じゃじゃん、こちらでございます。これもワンピースですね。肩が出るようなワンピースなんですけど、ラインが入ってることでスポーティーな感じで可愛いなと思って購入してみました。こちらが1099円ですね。で届いたのがじゃん、こちらでございます。これも一見見た目は普通に同じ感じですよね。これも着ていきたいと思います。はい、ということでじゃん、着替えてきました。これも普通に可愛いですよね。これもね、生地結構伸びる素材なのですごく着心地もいいです。でもたださっきのこのワンピースあるじゃないですか、このワンピースの方が生地が私は好きですね。どっちも似た感じで伸びるし、柔らかい素材というか肌触りもすごくいいんですけど、ちょっとこちらの方が生地はやや薄めかなっていうのは思います。なのでカメラで見えるかわかんないんですけど、足の隙間がちょっと透けてしまうので、そこがちょっと気になるかなっていうぐらいですかね。ちょっと肩は出てるんだけど、袖はすごくロング丈で、ギャップというかバランスが私はめちゃくちゃ好きですね。こちらも可愛くなっております。では続きましてこちらでございます。ただ私あんまりこういうの着ないと思うんですけど、879円っていうのでとってもお安いし、他の小物の合わせ方によってはすごい可愛く着れるかなっていう風に思ったので購入してみました。実際届いてみたのこちらでございます。ちょっと実際のこの色の方がサイトで見るよりもピンクがかったベージュかなっていうのは思いますね。サイトで見ると結構黄身が強めなベージュなのかなっていう風に見えると思うんですけど、実際の方がややピンク味が強い。でも本当にややです。じゃあこちらも着てまいりたいと思います。はい、ということで着てまいりました。こんな感じでございます。いかがでしょう。
結構見た感じのままというか、これも可愛いですね。袖もこのワンピースはちょっと広がってる感じになったりとか、素材は今までの素材の中で言うとこのワンピースに近いかな。ちょっとスポーティーな感じの素材、ジムウェアみたいな感じの素材です。これも本当肌触りがすごいいいので着ていてとても着心地がいいですね。ただ今私ブラックのインナーを着てるんですけど、カメラでは多分そこまで伝わらないと思うんですが、肉眼で見た時にやや透け感があります。よく見ないとわからないんですが、インナーのラインというかが見えてしまうかなっていうのはあるので、ベージュのインナーとかを着て着てあげた方が透け感とかっていうのは気にならないかなっていうのは思いました。キャップかぶったりとかブラックの小物でギュッと引き締めてあげても可愛いかなって私は思います。では続きましてこちらでございます。ワンピースはこれで最後かな。タイダイっぽい感じのワンピースですね。これもねすごい可愛いカラーだったので買ってみたんですが、届いたのがじゃん、こちらでございます。これも多分場所によって柄が違ってくるので見た感じはやっぱり全然違うじゃんって思うかもしれないんですけど、柄とかはそこまで違いはないかなって思うんですが、ちょっとこれも色味が違って見えますね。サイトの方がより色が薄い感じ、汗た感じのカラーだったりとか、黒っぽいところもサイトの方がよりグリーンっぽさが強いですね。全体的に黄みが強いのかな、サイトの写真。なんか届いてみたやつの方がブルーっぽかったりとかピンクみが強かったりとかっていう気がするので、これもちょっと色味は違うかなっていうのはありますが、これも着ていきたいと思います。はい、ということで着てきました。こんな感じです。やっぱり柄が届いたやつの方がやや寂しさがあるかなっていうのは思うんですけど、このワンピース私結構気に入ってます。素材的に言うと結構薄めだと思います。リブの素材になっててタオルっぽいっていうか綿っぽい感じ、私は結構この素材好きなんですけど、みんなが想像してるよりは薄めなのかな。夏1枚さらっと着たりとか1枚ぐらいこういうの持っててもすごく活躍してくれるんじゃないかなっていうのは思います。これも私は買ってよかったかなっていうのは思いますね。では続きましてこのトップスですね。タンクトップを購入しました。届いたのがじゃん、こちらでございます。これは柄的にはすごく私は可愛いなって思ったんですけど、カラーがちょっとサイトで見るのと違うかな、あと生地が想像と違ってたかな。私の想像ではこっちのワンピースに近い感じ、いざ届いてみるとちょっとテロテロっとしたリブ、ツヤっとしたリブ素材で生地も結構薄めでしたね。なのでちょっとそこが想像と違いました。じゃあこれも着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。こんな感じでございます。着た感じはねやっぱり普通に可愛いです。やっぱりカラー問題が一番あれかな、ちょっと想像と違うかもって思う方は多いかもしれないですね。特にこういったブラウン系とかカーキとかも多分ちょっとイメージと違ったものがもしかしたら届いちゃうかもしれないなっていうのは思いました。ということで続きましてじゃん、こちらを購入いたしました。すごいミニ丈の T シャツですね。届いたのがじゃじゃん、こちらでございます。この T シャツもめちゃくちゃ可愛いですよね。届いた時もあ可愛いと思ったんですけど、やっぱりサイトで見るよりも色味がサイトの方がより深みがある感じのカラーに見えるので、若干こちらの方が青みが強いですね。これも着てみたいと思います。じゃーん、ということで着替えました。このトップス可愛いですね。結構ミニ丈かな、全然おへそも出るぐらいのミニ丈なトップスですね。でこのトップスは生地私はしっかりしてるなっていう風に感じました。この T シャツの素材私すごい好きです。とっても良い、なんか柄も不思議で可愛い。続いてじゃん、こちらを購入いたしました。この T シャツすごい不思議でどういう感じなんだろうと思って気になって購入してみたんですけど、届いたのがじゃん、こちらです。 T シャツは想像と違うなっていうことは起きにくいと思います。早速着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。こんな感じでございます。結構これはオーバーサイズな T シャツですね。お尻の下ぐらいまでの長さです。これも素材めっちゃ気持ちいいですね。テロッとしたすごく着心地のいい T シャツになっております。このロゴこれね光るんですけど、どうやったら光るんだろう。フラッシュとか焚いたら光るのかな。やってみよう、やってみますね。あ、どうだ、ならない。もっと暗いところでやんなきゃいけないのかな。ちょっと今撮ってるのがもう真っ昼間なので真っ暗にすることが難しいんですけど、
わかんない、どうやって取ってんだろう。すごいさらってしてるから運動の時とかにも良さそうかなって私は思います。ランニングとかの時も危なくないかもしれないですね、ちょっと光るからという感じという感じなのかな。では続きまして、じゃん、こちらを購入しました。いつもの私の系統とは若干違う感じだと思うんですけど、届いたのがじゃじゃん、こちらでございます。これもすごい可愛いです。じゃあ早速着ていきます。はい、ということで着替えましたこんな感じです。なんか本当にレーサーみたい、大会出れそうですよね、ユニフォームみたいな、頑張りますみたいな感じに見えると思うんですけど、でも結構ねキュッてなります。すごいこう締められる感じ、引き締められる感じはありますね。伸びるは伸びるんですけど結構キュッてなってるので着るのもちょっと大変でしたが、でもこれも可愛いですね。こんな感じで私は結構このトップス可愛くて気に入ってます。なんかほんとこれで運動できそう、スポーツとかできそうですよ、トレーニングとかフィンガーホールもついてて、こんな感じで。続いてパンツに行きたいんですけど、今回パンツ3つ買ったんですけど全部同じ種類の色違いなので3色買ったっていう感じなので、いっぺんにガガガッと紹介しちゃいます。買ったのがじゃん、こちらブラックとカーキ、まあベージュですね、とホワイト、3色購入したんですけど、今ちなみに履いてますこのスウェットパンツこれブラックでカーキとホワイトがあります。でこのスウェットパンツも丈感だったりとか形とかめちゃくちゃ私好きです。ちゃんと丈感もあって、ウエストのゴムも結構しっかりとキュッとなるので、ウエストも細く見えるしスタイルもよく見えるパンツだなっていうのは思いましたが、やっぱりちょっと素材が思ってたんと違うっていうのはあります多分みんなが想像するスウェットパンツの素材ではない気がしますね。結構薄めなんですよね。ブラックはそんなに気にならないんですけど、やっぱりホワイトとかはちょっとこういう感じで若干の透け感があります。でベージュももしかしたら透け感が気になっちゃうかもっていう感じですかね。裏起毛とかでもないのでちょっとやっぱりそこは気になるかな。なので逆に言うとこれからの季節はめちゃくちゃいいです。夏とかでまだスウェットパンツ履きたいっていう方とかにはめちゃくちゃサラッとしてるから苦しいっていう感じもしないので、これにキャミソールとかそういうラフな格好が好きっていう方とかにはおすすめなパンツかな。ラスト小物を紹介します。今回2つ買ったんですけど、これも2色みたいな感じ、どっちも同じ種類でカラーが違うものを購入しました。じゃん、こちらでございます。サングラスを買ったんですけど、ちゃんとケースもついてくるんですよ。しかも割としっかりしたケースがついてきました。このサングラスめっちゃ可愛くて、海外でも本当に今流行ってるスクエアな感じのサングラスですね。このサングラスめっちゃ可愛いですよ。かけるとこんな感じでめちゃくちゃ可愛くないですか。ちなみにこっちがフレームがブラックで、若干レンズがブラウンがかった感じのレンズです。私これすごい気に入ってます。なんとこれお値段がびっくりしますよ、412円ですワンコインで買えちゃうっていう。このサングラスプラスこのケースですからね、みんな買いです、これはでもう一色同じ形で買ってて、ブラックなんですけどレンズももう真っ黒のタイプ、こっちはもう本当に真っ黒な感じですね。ちょっとこっちの方がやっぱりなんかハンターみたいな感じになるよねちょっとなんか逃走中感がすごい、この洋服とも相まってなんかすごいスポーツできそうな感じに見えますが、でもこれもめっちゃ可愛い、おすすめです。はい、ということで今回のシーンの購入品は以上でございます。結構大量にあったと思うんですが、いかがでしたでしょうか。今結構日本の YouTuber さんでもシーンを購入してレビューしてる方も多くて、いろんな意見があると思うんですけど、私は今回購入したものは割と全部当たりだったんじゃないかなっていうのは思います。サイトの画像と比較してみたっていうのを海外の YouTuber さんがやってて、その海外の YouTuber さんの動画を見てるとこれ全然違うやんみたいなやつあったんですけど、なんか私的に T シャツだったりとかカットソーっぽい感じの生地のものは割と失敗はしにくいんじゃないかなっていうのは思って、どっちかっていうとブラウスとかシャツとかテロテロっとした感じの生地のものとかはやっぱりお安いと薄さが目立ちやすいのかなっていうのを思うので、なので今回そういうブラウスとかも購入してないんですけど、やっぱり海外が好きな方にはすごくおすすめな通販かなっていうふうに思います。ぜひ皆さんも見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。